っち、こっち。なあ、行ってみようぜ。怖いよ。帰ろうよ。大丈夫だよ。行こう。これは来たるべき未来の光景。このままイーターが増えれば現実世界も侵食。僕はユーゴ、ユーコの兄だ。ああ、僕の肉体はエデン症候群になって眠っている。いや、君とは違うな。僕は完全な電脳体だからね。とにかく妹を侵食から救い出してくれて、僕も優子を侵食から守ろうとしていたけど、君がいなければ。まさかあんな方法があったとは。君のコネクトジャンプには、しかし君がイーターとつながってくれたおかげで。そう、僕が君を呼んだんだ。君はそれに応えて。気がついたらここにいた。何が起きたかわからない。それは災難だったね。誰かの呼び声に応える、君にはそういう力が備わっているんじゃないかな。ここがどこなのか気になるかい？ここはとあるネットワーク上に存在する特殊な領域だよ。君と会うために君は僕の呼び声に無意識下で答えて、君の中に僕のかけらがある。だん、それを通して声を届けることができた。ただそのせいでいろいろと迷惑もかけたと思う。ここへ来て君が体験した妙な出来事は、他にも似たような体験を君はしているはず。それらは僕の記憶の断片が引き寄せていた。かくいう僕も本体と思い込んでいるだけの少しばかり容量の大きな断片で。君にとっては迷惑そのものなのかもしれないな。
僕の断片がどんな姿で現れていたか知らなかったけど、なるほど、幽霊か。相当不気味がられているんだな。優子や特にノキアを怖く。君に迎えが来たよ。驚きだな。どうやってここを見つけたんだろう。とても深く強く君とつながっているらしい。いっぺんに質問してやるなよ。1週間以上も連絡が取れなかったんですよ。しかもあんな別れ方になって心配して当然です。ああ、はいはい、わかったわかった。とにかく無事でよかったじゃねえか。詳しい話は直接会ってから。それでいいだろ。それじゃ今から中野で会おう。早く事務所に戻りたいだろうし。じゃあ後でな。質問してやんなっての。そいつは無理な相談ですぜ。新たの旦那、ゆうこっちってば。この子が消えちゃってから超超超超心配してたんだから。誤解しないでください。お礼もちゃんと言えないうちに行方不明になられたせいで、この1週間目覚めが悪かっただけです。行方不明になるならちゃんと私がお礼を言ってけじめをつけてからにしてください。オタク、そのツンデレレベル高すぎだろう。ともかくあの時はありがとうございました。心配してたのは俺たちだけじゃないんだぜ。京子さんもずっとお前を探してた。ただちょっと前から連絡が取れねえんだ。無事に帰ってきたこと京子さんに伝えておいたら。君のデジバイスからなら連絡。
オタクのデジバイスでもダメか。京子さん、どこ行っちゃったんだろう。外見ただろう。あれ以来世界が変わっちまった。テレビだってこのニュースばっかやってやがる。何も知らない自称専門家さんが。次元の扉が開いた影響で大規模なデジタルシフトが起きています。収束する気配はありません。デジモンたちも現実の東京を自由に闊歩している。デジモンが実体化するのはまだいい。まずいのはイーターだ。あいつらは見境なく人を襲うからな。クソ、俺がもっと早く止められていれば。もう新た、それはいい子なしって決めたじゃん。そんな悠長なこと言ってられっか。この瞬間も誰かがイーターに襲われてるんだぜ。それはそうだけどさ、そういえば岸辺ロードナイトモンだっけ。まだ見つからない感じ。はい、まだ足取りがつかめません。神城の CEO 岸辺理恵はハッカーに拘束された。何でもかんでもハッカーのせいにされちゃってるね。ハッカーを悪者にしておけばオールオッケーみたいな。無理もねえけど、日頃の行いが悪いのは事実だし。実だから それよりオタクが行方不明の間一体何があったんだ。なんとも言えねえ話だな。全部が全部幻ってわけでもな。本当に兄さんに会ったんですか。兄さんはエデン症候群になってセントラル病院でずっと意識不明のまま眠っているんです。その兄さんと会話ができたなんて。私、兄を救いたい。エデン症候群の治療法を見つけ出します。ひいてはそれがたくさんのエデン症候群の患者を救い、父が産んだエデンを救うことにつながるから。私はもう一度あの人に会って決着をつけます。岸辺理恵、いえロードナイトモンに。あの人は父の死に必ず関わっている。それにイーターのことも詳しく知っているはずです。
俺も岸辺は許せねえ。あいつはハッカーの存在を都合よく利用してやがったんだ。ロイヤルナイツってのは相当上位のデジモンなんだろう。強力なデジモンやイーターに対抗する手段、私はデジモンたちが気になるかな。いきなりこんなことになってパニクってる子もたくさんいるみたいなんだよね。このまま放っておいたら人間とデジモンが本当に戦争を始めちゃうかもしれないって。オメガモンはそれを止めたいって言ってる。私たちリベリオンズはオメガモンを手伝う。つまりラブラブデジモン絆大作戦マックス発動だ。どうやらやりてえこと、いややらなきゃいけねえことが決まったみたいだな。大丈夫な。反電脳体か。この規模のデジタルシフトが起きてんだ。オタクの体にも影響が出ちまってるのかもな。あ、刑事さん。おお、やっぱりここに集まってたか。京子さんは留守ですけど、どうかしたんですか。いや、用があるのは俺だろ。よくわかったな。そろそろ来る頃だと思ってたんだ。例のハッキングの件についてだよな。ああ、間もなくお前真田新が指名手配されることになっている。どうしてそんなことに。公共中を停電させたこの間のハッキングで令状が出たんだ。待ってください。ハッキング行為は事実ですが、あれには正当な理由が。リエさんの失踪についても分かってる。だが上はそれらの件で真田新を重要参考。ここらで分かりやすい敵をでっち上げて世論のパニックを抑えようって魂胆だろ。お偉方の考えそうなこった。悔しいがその通りだ。だが俺は京ちゃんから事情を聞かされている。今東京で起きていることについても君たちほどではないが多少なりとも理解しているつもりだ。必ず俺が上と話をつける。だから真田、ここはおとなしく警察の保護を受けてくれ。嫌だ。おいおい、逃げたりしたらそれこそ上の思うつぼだぞ。お前はまだ未成年なんだ。大人の言うことを聞いてくれ。ねえ新田、さすがにここは刑事さんの言う通りにした方が良くない。それにそもそもは私の救出を目的とした作戦で実行されたハッキングです。一連の事件には私たち全員が関わっている。いわば私たちは共犯。新田さんが罪を問われるなら。おいおい、上白優子さん、話がややこしくなってますけど。これは事実です。あなた一人が負うべき責任じゃない。カッコつけるのはやめてください。そういえばオタクは優子だったな。なら俺が言いたいことはわかるだろ。最終的に誰かがケツ拭いてくれるって期待して一人で突っ張ってたわけじゃねえんだわ。
それに全員が警察に目つけられてどうすんだよ。俺らにゃやんなきゃいけねえことがあった。今のは聞かなかったことにしてくれよ又吉さん。ま、言われなくてもそうしてくれるとは思うけど、優子たちが共犯ならあんたもだよな。京子さんから事情聞いちゃってるんだし。ん？何の話だ？すまん、伊達がまた何かやらかしてないか心配でな。気もそぞろで聞いてなかった。助かるよ。あと悪いけどやっぱあんたの話には乗れねえわ。あんたみてえないかつい大人に保護されるなんてまっぴらごめんだからさ。てなことばかり言いやがって。あのな、今は強がり言ってられる状況じゃないんだぞ。そんなんじゃねえよ。警察が事情を話して分かってくれる相手だとは思えないんだね。まあ、あんたのこと…つーわけで、これから晴れて全国指名手配犯ってわけだ。また一つ俺様レジェンド達成ってか。上等上等。けど、もうオタクらとは一緒にはいられねえな。おい待て、真田、勝手な真似するんじゃない。バッカじゃねえの。待てっつわれて待つハッカーなんていねえっつ。自由にデジモン呼び出せるのは便利だな。これなら俺余裕で逃げ切れんじゃねえの。そうだ、オタクマジでお人よしすぎだから、その面倒な性格ちっとは直しとけよな。そんじゃあな、オタクらと遊ぶの結構楽しかったぜ。アバよ。待て、新た、新田さんが罪をかぶってくれるおかげで私たちはこれまで通り自由に動けます。これで事件の早期解決も望める。事件が解決すれば新田さんの冤罪を証明できるはず。それが新田さんの狙いです。そういうこと？それならそう言ってよ。めんどくさい、水くさい、カッコつけあなた。確かにあのカッコつけようはもはや病気の域ですね。ですがそのために背負ったリスクは大きい。そうだね、私たちは私たちにやれることをやんなきゃだね。私はリエさんの行方を追います。何か分かったら
連絡しますので。私はデジモンラブラブ絆大作戦マックスを敢行しつつ、デジモンたちから情報とか友情とか愛情とか集めてみるね。なんだよ、お前だけか。あのうさんくせえ女探偵が行方不明ってマジだったのな。なーに人の顔見てがっかりしてんだよ、失礼だろうが。おーい、しょげてたってしょうがねえだろ、気長に待ってりゃいいんだよ。あの女探偵のことだ、そのうちフラッと戻ってくるさ。にしてもお前だけとは想定外だったぜ。あーどうすっかな。足だけどな、しょうがねえ、お前でいっか。私も手が回んねえし。いや、ちと訳ありを拾っちまってよ。ねえ、もういい？あ、なあ、いいぞ出てきな。わーい、僕ロッパモン、よろしく。僕の相談に乗ってくれるのってこいつが依頼者だ。人さ、
町でこいつがオロオロしてたのを見つけてさ、で思いついたのがお前んとこだったってわけだ。お前らこういうわけわかんねえ事件得意だろ。今じゃ東京のあちこちにこんなんが現れて大混乱だ。私ら警察もどう対応していいんだかはっきりしねえ。なのに偶然拾ったこいつは言葉も通じるし、別に暴れるでもないし、それに かわいいじゃねえか。ああ、お前今笑ったろ。悪かったな、柄にもねえこと言って。ともかくな、デジモンだからってこんなやつをむやみにとっちめるのも害がなさそうだし、困ってるみてえだから連れてきたんだ。ごめんね、デジモンにもいろんなのがいるんだ。おとなしいのとか暴れるのとか。まあ気にすんな、人間だって同じようなもんだし。それより後で目触らせろや。何モフモフさせてんだから、気持ちよさそうじゃないか。とにかく私は又吉さんとこに応援に行かなきゃいけねえんだ。こいつはお前に任せっから、最後までちゃんと面倒見てくれよ。わかったな。人間だろうがデジモンだろうが、依頼者は依頼者だ。いやも王もないだろう。安心したぜ。じゃああと頼む。そいつのこと泣かしでもしたら容赦しねえからな。ああそうだ、又吉さんから伝えとけって言われ、お前のダチの新田だっけか、あいつの逮捕状が正式に発行され、つまり晴れて全国指名手配ってことだな。頭の固い上層部の連中はあの新田ってやつが今回起こった異変の中心人物って考えてる。誤解すんなよ、又吉さんすんげえ頑張ってくれたんだぜ。でも馬の耳に念仏ってやつでさ、全く聞く耳持ちやしない。あいつが逃げたせ、まあ心配すんなって、又吉さんが動いてくれてんだ。絶対悪いようにはなんねえよ。私もガキの頃は何回もやんちゃしたけど、あの人だけは最後まで面倒見てくれてさ。お前らなんか事情があったんだろ。安心しな、又吉さんはそういうやつのことを見捨てたりしねえよ。じゃあな、このチビのことよろしく頼むな。君の友達も迷子なの？
一緒に探そう。きっと見つかるよ。よし、そうと決まったら友達探しに出発進行。
なるほど、それでこの子のお友達を探してあげてるってわけね。さすがね、グッジョブ。それでこそ我がリベリオンズの特別顧問だ。え、それを言うなら顧問だって。そんなこと、我がリベリオンズのモットーはノーデジモンノーラ。こんな可愛いデジモン放っておけないって。私は現実世界で情報を集める。君オーケー、それじゃあ聞き込みストラッチュ
その懐かれてしまって、あれあれあれ、ウキュッ、あー、ドコモンだ、キュッキュッ、ランプマン、ドコモン、よかった、探したんだよ。心配かけてごめんなさい。そうですか、あの子を探してここに。エデンの見回りをしていたら隅で震えていたので、え、見回りって何かって、神城は今人手不足で、それと実は今リエさんがやってきたことを真犯人が岸辺リエ、いえロードナイトモンだと世間が分かってくれれば新田さんの疑いもきっと晴れます。そのためにリエさんに追い出された役員たちに戻ってきてもらっているんです。してきた様々な情報を世間に公表して、再び新しいエデンを作り直します。今回のエデンの早急な復旧も彼らの協力があってこそです。人数は少ないですが優秀な方々が揃ってますから。東京は今デジモンの出現でとて、だからこそ情報伝達の要たるエデンネットワークがしっかりしていないといけないんです。フェイも手伝ってくれています。私がリエさんを追っている間は彼女がエデンを守ってくれるはずです。探偵さん、お姉さん、ありがとう、ありがとう。父の作ったエデンが多くのものを奪ってしまいました。でもエデンの本来の姿はこうではなかったはず。人と人をつなげ、デジモンとデジモンをつなげ、人とデジモンをつなげる、これからのエデンはそんな場所にしてみせます。必ず。何か進展があったら教えてください。協力を惜しむつもりはありません。ダメだった、渋谷では目撃情報なし。え、もう見つけたって、よかった、さすが本職、プロフェッショナルぶりがプロジェクトずーっと。よし、それじゃあ事務所で合流しよう。いやあ、ほんと見つかってよかった。ゆうこっちのところにいたんだって。お姉ちゃんも探してくれてありがとう、ありがとう。うん、陽気に計らいなのじゃ。リベリオンズは迷えるコデジモンたちの味方なのじゃ。ところで君たち、ちゃんとお家はあるの？元いた世界に帰れるの？ちょっと前に開いてお空の大きな穴から落っこちてきたんだ。一緒に落ちてきたイーターから逃げ回ってるうちにはぐれちゃって。
姉ちゃんの？今オメガモンと一緒に行き場のないデジモンたちを保護してるんだ。仲間がいっぱいいた方が安心でしょ。オメガモンってロイヤルナイツのオメガモン？すごい！もちろん。君は京子さんの代わりに、京子さんが不在の間に事務所の評判をガタ落ちにして